本日は2019ワールドファイナルの模様をお送りしております。さあ、ここまでゲーム2まで見ましたけれども、 FPX がまあ強い強いですね。2連勝荒れたゲームであれば、個人技の高さから FPX がそこをファイト全部勝って言っている。さらには、まあ、G2 の、 そのマクロの動きに対する対策といったところもしっかりと、まあ、この試合ゲーム2では見せてくれましたから、FPX の方が準備の点からも上回っているような印象が強いですね。だからここからはちょっと視点を変えて、 G2 スポーツが勝つためにはどうしなければいけないかっていうお話になってくると思うんですけれども、気になるのは、まあ、クォーターファイナルからセミファイナルにかけてヤンコスがゲームを動かしていくシーンがとても多かった中で、ゲーム1ゲーム2ともにヤンコスが動かせてないんですよね。特にゲーム2の、はい、なんかは象徴的だったと思うんですが、眼光を刺そうとしてるんですけど全く刺さらないというシーンが続いていますから、ヤンコスがそのティアに対して、例えば 2v2 のところでカウンターを恐れて眼光に刺せていけないんですけど、カウンターされたとしても勝てるマッチアップ、例えばオラフとか、うん、そういったチャンピオンが取れると G2 としては序盤からガツガツと仕掛けていけるのかなという感じがしますね。なのでジャングルのピックをかなり早い段階で優先して抑えておく、もしくは、まあ、今回ゲーム2ではグラガスをサポートで使いましたけど、ジャングルでグラガスを使うという手でも良かったのかなという感じしましたね。2試合とも連続でリーシン VS エリスのマッチアップでしたよね。確かにそうなった時にエリスから先に入ってしまうと、リーシンが後足入ってくるともうエリスは勝てないですから、まあ、ワンバースト出たら仕留めて、そのセットアップができるチャンピオンと合わせるというのが、まあ、エリスの特徴ではありますけれども、トリスターナとエリスはバーストダメージは両者相当出るんですけど、でインビがなんか刺されないポジション、難しいタイミングだとエリスがカバーしている、エリスに対してリーシンがカバーしているというシーンが目立ちましたよね。2分2で結局ポジション取っててもティアンのリーシンが入っていって、2分2のダメージトレードでは、ティアンとドゥンビが勝っているっていうシーンが確かにありましたからね。あとイグゾースト邪魔でしたね。邪魔でしたね。本当にドゥンビの選択でしたね。眼光食らわないためには結構クレンズを選択しやすいというかいうのがありますけど、トリスターナと E と R のダメージのバーストの出し方を考えたときに、イグゾーストでバーストが出るちょっと前にイグゾーストを当てることができれば大幅にカットできるという判断が的確でしたね。あとはまあイグナイトを選択したんですが、有効活用はできませんでしたね。ティアンに一度いいダメージは入れたんですが、キルまでっていうのがいけなかったと。あそこでキルがまた、なんでしょう、キャップスに入っていれば展開としては大きく変わってたかもしれませんけど、でヤンコスのピックもファーストピックフェーズでオラフなんかも抑えてもいいと。そうですね、抑えていいと思いますね。確かにレクサイとオラフは立て続けに、バンしています。 FPX あとはボットレーンですよね、気になるのは。そうなんですよね、ミキ X のパフォーマンスよりもクリスプのパフォーマンスの方が圧倒的に上なので、そこでボットレーンのところで G2 は違いが出せてない、むしろ FPX の方がクリスプのパフォーマンスでゲーム全体を支えているというシーンが目立ちますね。ローミングも確かにミキ X は行ってはいるんですが、まあ、起点に慣れているかっていう点ですよね。慣れてはないですよね。まあバルスタム検知を一度ピックしてますし、起点になりづらいチャンピオンではありますけど、グラガスサポートのパフォーマンスもそうですね、まあガリオで抑え込まれてしまってましたから。いやでもあれはクリスプのちょっとガリオがとても良かったですね。まあ笑みがこぼれますよね、ファンプラスフェニックスからするとこの状況というのは。あと一生自分たちの準備したものが本当に機能してますから、間違ってなかったこういうところの自信も深まりますしね。まあ、戦い方を見ていても相当 G2 スポーツを研究したんだろうなというのがよくわかります。ちなみに先ほど開幕の方でドゥインビー4年目かなという話しましたけど、ドゥインビー今年で6年目。あ、6年目でした、はい、プロキャリアは6年目ですね。2014年デビューですか、はい、そして義務軍が年齢でいうと一番年齢高いですね、23歳。ドゥインビーは現在22歳だそうです。まあ、ただ
と NBA はチームの中だとゴッドだと、はい、インタビューで言われてましたからね。いやまあそのなんでしょう、チーム内だけではチーム内だけでこう言われるプレイヤーもいますけど、そのオーラがなんでしょうね、サムナーズリフトからも我々に届いてますから。ここまで陽気な神様はなかなかいませんけど、ゲーム全体を支配してますよね。ノーティアスのあのロームの速さもそうですし、ライズもやはりロームこそそこまで大きくはしませんでしたけど、ゲームメイクというところでしっかりと作り出してますからね。そうですね、まあ、あとは、まあ、ドゥインビーといえば LWX とよくというかチームメンバーとソロ級なんかをやってる時に当たった際に、まあ煽り合いなんかをよくするっていうのでね有名ですけどね。確か LWX とドゥインビーのミッドレーンのワンボイワンのあの試合なんかはもう面白くて思わず笑い転げてしまいそうな、まあ、気心が知れた仲だからこそというさあそれではゲーム3のドラフトです。ブルーサイドファンプラスフェニックス、そしてレッドサイド G2 スポーツです。まあシンドラはやはり開かないようです。そしてパンテオン、グラガス、キアナと続きます。ゲーム1とはちょっとファンプラスフェニックスドラフト変えましたか。いや同じですね。あ同じですか、はい。ここまでのところ両チームとも同じ、番に、あザヤオープンです。ラカンを番しました G2 スポーツ。ザヤをくれと言っているような感じもしますが、もちろん取り上げです。そしてライズ、ノーチラスと抑えました G2 スポーツ。これミキ X 起点で動いてほしいってことですかね。そうなりそうですね。あとはここで、まあ、ジャングルのピックをどうするかですね。 FX はここでリシンを抑えてレクサイオラフバン、もうセカンドバンフェーズはこれ決まってますからね、相手のジャングルが取らなければ。じゃあここで G2 スポーツとしては、お変え、いや変える必要ないと思いますね。オラフがここで取ってくるんじゃないかってちょっと警戒してるような、そういった感じの迷いが少し見えましたが、ただそれでもやはり取ります。まあ、そうなるまでは変える必要がないと。そしてスレッシュ、さあここでジャングルを抑えるか G2 スポーツ。レボルさんのお話ではここで抑えなくてはいけないと。レクサイコラフは抑えた方がいいかなという感じしますけどね。ただそうなると ADC どうしますか。ワルスと、エズレルがバンされて、でもう一体が、まあ、パークスであればドレイブン、あエズリアル優先しますか。あ優先しましたね。これでオラフとレクサイがもうファンプラスペニックスからすると番ですよね。番ですね。実としてはギム軍のガングプランクとレネクトンですか。なるほど。さあセカンドバンフェーズです。ライズが取れてますから、あミッドのランブルと、あとは、まあ、これでレネクトンですかね。ドゥインビーのピックを警戒しました。まあそうですね、ファンプラスフェニックスは変える必要がないというべきでしょう。この番2つ本当に効いてますよね。効いてますね。エリス以外の答えが実ありますかね。死んじゃおってダメなんですか。リスクは高いですね。あああともうジャー番とかしかないですかね。明かり番、さあラスト番、ジャーバンにしろ結局カウンターされたら負けますからね。他に何かジャンクル隠しピックがあるでしょうか。実レクサイこれでエリスだとヤンコスはここまで2ゲームやって主導権を取れていないということで、あー別のチャンピオンはやはり試しますが、ジャーバンロックインです。リスクをかけても仕掛けていく形になりますね。シュガングプランクトップレーンで使わせてライドトップに当てて、ドゥインビーのミッドのピックに対してキャプテンがカウンター当てて、ジャバンとそのミッドのピックに合わせてミッドレーンを抑え込んでいこう。ラストピックはおーガリオ、ミッドガリオのようです。ロックインミッドエツレールでボットドレイブ、なるほど。これは確かに刺さるのではっていう感じはしますが、あー変えますか。ガングプランクのアルティメットがドレブに刺さりますからね。
あー確かにドレバンちょっと足づらいと思います。あーカシオペア、ただそれグリフィン戦では機能しなかったので、おーベイガー、ベイガーラストピック、ただ一度でも捕まると体力が半分以上飛びそうな対面ではあります。ガリオ、さあまずはリーシン・ジャーバン、ここですよね。ここですね。ただそれでもやはりリーシンの方が有利、うん、なマッチアップですから、ミッドからボットにかけて FTX としてはプレッシャーをかけている。またしてもワンダーがフェーズラッシュではなくて水星を選択してくるのであれば、ミッドレーンを先に押し込んでミッドに対してだいぶセットアップをしていく。あ、トップですね。あ、トップレーンですね。トップに対してセットアップしていくというような動きが、まあ、FTX としては見えてきますね。それに対してやはりベイガーは一番レーンフェーズのところでミニオンウェーブを先にプッシュするということはまず難しいですから、そのローモノに対して適切に、まあ、G2 としては対応しつつ、レイガーのファーストのコアアイテム完成してからアクションを起こしていくということになるんですね。何にせよこれヤンコスと合わせてバーストダメージの高いレーナーというのが G2 サイド結構ファームしないとないんですよね。そうなんですよね。だってティアンからすると結構カウンターが差しやすいというか、プレッシャーをかけて相手を下がらせて、でワーディングして、でジャーバンの位置取りを把握してからその都度カウンターを取っていけばという形になりますから、 FPX の方が序盤のワーニング等をしっかりと行えればゲームメイクというのは比較的やりやすい構成になっています。ただし8ゲームまで行くと怖いですね。ベイガーとライトがいますからね。確かに。さあファンプラスフェニックス、この試合で決めるのか、それともヨーロッパのラストホープ G2e スポーツが意地を見せるのか。2019ワールズファイナル、ファンプラスフェニックス VS G2e スポーツのゲーム3スタートです。気になるキーストーン、ワンダーフェイズラッシュです。さすがにミッドレーン抑えられないですからね、はい、あガンク回避のためのフェイズラッシュですね。そしてその他は特に変わったキーストーンはないようですね。ヤンコス電撃です。あ本当ですね。征服者ではないですね。バーストダメージやはり高めていく。お見ました、今チャリーンしましたよ。あ100ゴールド獲得しました今パーツゴールド袋出ましたね。リコール間に合いませんか。いやこれは大きな100ゴールド、ただアイテムに変換はできないようです。そして入っていく動き、今度はボットレーンに FPX 入りに行く、パークスを見つけました。そして挟み込めるポジションにドゥインビーがいる。フラッシュからのフック、これでパークスのフラッシュがクールダウンに入ります。そのままブルーバフのスティールに向かっているのはファンプラスフェニックス。これに対してジャバンもカウンターで相手のブルーバフに入ってきますが、 FPX も自陣ジャングルにブルーバフのところにワードを置いていますから、アイアンコスの動きを把握できる状況ですね。これ FPX が縦割りをまあ望んだわけですよね。そうなりますね。理由はどこにあるんですか。ボットレーンのところで押し込んでいってだいぶのセットアップをしたいというところですかね。ボットレーンにプレッシャーを与えたいと、その選択だと思いますね。まあ、ゲーム1ではトップ、これがトップレーンだったわけですよね。ただそれがやはりワンダーが水星からフェイザーシュに変えたことによって眼光差しづらくなったというところで判断を切り替えたようにも見えますね。さあゲーム1とは違うゲームメイクをどうやら行うようです。ナイスフック、大きく体力を削りました。イグナイトまで使用しています。まあボットサイドにこれティアンがいますから、実としてはリコールしないとっていう、ああ見つけましたね。レベル1ですからね。強者つった。ティアンもまだレベル2ですね。それでも行くのか。あティアンもう体を出した。タワー下から追い出されます G2 スポーツ。そしてレベル2になれません。ヤンコスがレベル3でボットサイドに向かってきています。さあヤンコス、ただタワープレート1枚で下がりました。体をこれは当てに行きたいでしょうヤンコスとしては。ただティアンもレベル3になりました。そしてドゥインビーの仕掛けに対してキャップス、これはフラッシュアウト。
ただもうクリスプはローミングを始めています。またしても先手を取ったのはこれファンプラスフェニックスと言っていいんですよね。そう言っていいですね。ただそれに対してヤンコスがカウンターボットサイドに対してプレッシャーをかけてパークスのファームを安定させるというような動きを見せてますね。リコールして購入したのはコントロールワード、そしてブーツを選択しています。早くレーンのカバーに向かいたいということでしょうか。またリコールしてファームせずにリコールしてコントローラーを購入です。ヤンコス、それに対してティアンは順調にファームを進めています。トップレーンのところでしかもギム軍がミニオンウェーブセットアップしてトップレーンダイヤモンドセットアップができる形を作り出してますね。ええ、ただワンダーはマナーありますからミニオンウェーブのクリアというところが順番で行えると思います。あと CS 差がワンダーかなり有利を握っているんですよ。おっとティアン仕掛けた。ちょっとこれどちらが取ったでしょうか。ヤンコスが抑えましたね。なるほど、スマイトル抑えましたか。ミッドレインへクリスプのローミングが入ってはいますがここはダイブはしない。いやティアン徹底してヤンコスに体を当てに行きます。やっぱり主導権が取れませんね。取れないですね。まあ、このマッチアップはリシの方が圧倒的に有利ですから、そこを生かして抑えつけていってますね。ただ G2 としてはその序盤のところでジャパンが抑え込まれるのを想定した上でレートゲームまで我慢するという選択を構成として取りましたから、ここから15分までのところをどれだけ被害を抑えてレーディングできるかという考えだと思いますね。なるほど、もうじゃあ仕掛けることはしないと。相手が隙を見せたらもちろん仕掛けると思いますけど、基本的にはレートゲームのスケールマッチになってますね。じゃあファンプラスフェニックスの方がかなり仕掛けなくてはいけないわけですか。そうなりますね。いやすごいですね G2、 ビットからボットにかけてコントロールワード低めの位置に2つ使用しています。テレポートで LWX はレインに戻りました。トップサイドにヤンクスステイはしてますがここでリコールです。さあ個人金額が表示されています。プレッシャーを受けた分だけボットレーンで有利を握っているのは LWX。 しっかりとボットレーン、LWX とクリスプミニウェーブコントロールしてダイブのセットアップしてますね。これで2度目のダイブのセットアップです。もう狙いが明らかですね。そうですね、ボットに対して入っていくと、そしてそれに対してカウンターのポジションを常にヤンコスとしては取りながらゲームスピードを抑えていきたいと。ドライブ中にもコントロールワードが起きている。それにミケックスが気づきました。インファンダルドレイク、いや満点ドレイクですね、失礼いたしました。満点ドレイクにすでに触っていますファンプラスフェニックス。コントロールワードを2つ置いたことによって G2 スポーツ1つのコントロールワードは破壊されずに済んだようです。これで満点ドレイク獲得はファンプラスフェニックス。クリスプが仕掛けるのをじっと待っていますが、あー気づきましたねドゥインビー。さらにはレベル6英雄降臨を覚えています。常に徹底してドゥインビーの方がミッド先に押せているという状況が続いてますから、あとはいかにしてボットに対してドゥインビーがアルティメットを使ってアクションを起こすかですね。プレッシャーはかなりかけてはいるんですが、これでもバレバレですからさすがに。それでもタワープレートを LWX に渡すことができますからね。バレバレでもお構いなしにやってしまえばいいと。問題ないですね。さあ4名でのボットレーンへ。ミッドレーンは未だにキャップス、レーンの真ん中です。タワーは殴れません。これもう破壊されますよ。破壊できるのでは。4枚ミニオン、あと3匹、あと2匹、まだ削る、まだ削る、削る、いや次のウェーブが間に合う。なんとファーストタワー獲得、ファンプラスフェニックス7分47秒で破壊成功。まあ、これがドゥインビーに対してミッドの主導権を渡すピックをした際の答えですね。こうなるよと。そうですね。そして今度は LWX はトップレーンに向かいます。まあ、これだけプレートを獲得できたんですからこのゴールドを持っていてもおかしくはないですが、これ実としてはスワップしますか。
したらでもパークスのファーム取れませんよね。ただしなかったらしなかったでワンダーのファームが取れないですからね。あ、しないですか。しないようですね。あ、というよりもワンダートップレーンにも向かわないようです。ちょっとミッドレーンに寄ろうよというような動き見せてましたが、パークスを1人で放置して3名でトップタワーを守りきるようですね、 G2 スポーツ。ただこれ守れますか。いやかなり苦しいと思いますけどね。もうティアンが追い出そうと追い出そうと、ああそしてタワープレートを取りに行く動き。ただワンダーはライズですからウェーブクリアは非常に早い。ギムムーンがボットレインへ。ここもティアンが抑えています。ヤンコスポジションを取ることができません。トゥインビー、ここでボットですか。ボットにプレッシャーかけてエズレにファームさせないようにしますね。あーなるほど、パークス下がりました。パークスが下がったのを見てからトップに対して、なるほど効率的ですね。そしてドゥインビーが来ている。フラッシングからのタウント、ヤンコザーっと、いやそれでもヒヤッとはしましたね。これは今ティアンのスキルを避けるためのフラッシュだったでしょうか。壁は越えられませんでしたが大丈夫のようです。そしてスカトルはティアンが抑えます。ヤンコススマイトスティールはできませんでした。いやドゥインビーが本当に試合を動かしてますね。好き放題プレッシャーかけてますね。ただ実はそれが分かった上で耐えるというドラフトの選択しましたから。でもキャップスこれ順調にファーム重ねていますよ。十分ですね。これで GLP800 ができるとゾーンコントロール能力というのが確実に上がりますから、まずはそこを目安として実は耐えていくということになりますね。そしてワンダーの CS 制度、あパークスここでトップレーンに送り込んだようです。実やっぱりワンダーがこける方が苦しいということでしょうか。だいぶのセットアップ、あとはボットレーンビッグエールができているというところもあってパークスにゴールドを渡したかったというところではありますけど、さあリフトヘラルドを取ってそのままトップレーンに継承。14分前にタワープレートを何枚取る気でしょうか。10枚取れそうだぞ。ワンプラスフェニックス、これでパワープレート10枚獲得になります。グローバルゴールド差なんと2500ゴールド差。有利を握ったのはファンプラスフェニックスです。でもこれは想定済みなんですよね。いやさすがにここまでの差は想定できてないと思いますけどね。ここはちょっとさすがに差が開きすぎたと。タワープレートあとはボットのファーム差だけで2300ゴールド開いてますからね、はい、トップレーンのところで、まあ、ワンダーがファーム勝っているとはいえライズがパワースパイクを先に迎えるよりもこのエルダリックスのザヤがこのフィールドが、そうですね、エッセンスリバーとアイの完成がとても早まりますからね。すでにもうエッセンスリバーは完成しています。そしてピッケルも購入できています。ブーツはこれ魔法のブーツでしょうか。そうですね、支給されてブーツも届きますから。さあ今度はミッドレーンのプレートです。まあ14分までにこのワールドで15枚のパワープレートがなくなるという試合も一応ありましたから記録更新というのはありませんけれども、決勝戦でまさか、そうですね、というのはありますよね。オーシャンドレイクも獲得しました。 FPX なんでしょうこれ。ブルーバフのスティール3度目となります。全てのブルーバフのコントロールをティアンが握っています。 G2 e スポーツもトレードでブルーバフを相手のジャングルの中から取ってはいるんですが、まあ耐えるという選択を取りましたからね。どこまで耐えられるかです。もう LWX を中心としたファイトのプレッシャーというのが生まれている中でパークスを狙いに行く動き。クリスプモビリティブーツ、ああテレポートでのカバーをこれは選択しました。キャップスのテレポート、それに対して、ああミッドレーンのカバーですね。ワンダーミッドのファーストタワーは必ず守る、そしてキャップスのファ、あパークスのファンも必ず守るというところが G2 のこの時間帯の主要な目的のようですね。
とにかくキャリーにゴールドを集めさせると。そしてミッドのファーストは破壊されてしまうと FPX にいいようにされてしまうのでミッドのファーストだけは必ず守ると。まだ FPX としてはストップウォッチ等をドゥインビーが買ってミッドのダイブのセットアップというのはちょっと考えやすいですね。まあ、もう少しファームしてになるでしょうか。まだ慌てるような時間ではないですよね。そうですね、まあ、レベル11まで、うん、レベル11まで待っていいと思うんですね。パワープレートにこだわる必要はないですからね。あ、でもこだわって一発殴りに行きましたよ。これで11枚です。まあ残り2分でしたからドゥインビーが強気に入っていくところをミケクスが捉えましたが、キャップスはなんとかミッドレーンのウェーブクリア。これでグレイシャルオーグメント GLP800 から。ただ E のスタンはありません。それに対してフックで返して爆雷発射、ツーマンノックアップ、魂の牢獄を決めてはいますが、そこにファーストブラッド獲得したのはヤンコス。英雄降臨で守りに入りますが、ワンダーの合流が非常に早い。たまらずフラッシュアウトしました。クリスプ1キル獲得は G2 e スポーツです。やはり GLP800 のそしてグレイシャルオーグメント強いですね。ここで仕掛けると決めてたかのような集団戦でしたね。 FPX がちょっと雑になってしまったところ、ここは素晴らしかったですね。この狭い位置であのスローが入って CC ロックはもうどうにもならないですね。さあ、ただタワープレートの差はこれだけあります。1440ゴールド FPX はタワープレート獲得ゴールドで上回りました。11枚獲得です。それがすべてまあ LWX に入っているとなると、まあ LWX が唯一かなり育っているということになります。それ以外は実それのところの差はないですね。グローバルゴールドでも1700ゴールドですから。そうですね、ここまでマップ全体プレッシャーかけられている中でよくヤンコスはファームできてますね。確かにイベントホライズンにはここは当たりませんでした。しかもこれだけ FPX が攻め立ててこれだけのゴールグローバルゴールドさえあればスケールという点で考えると実の方が上回っているわけですよね。そうなりますね。可能性は出てきそうです。ただまだこの時間は FPX の時間と言っていいですか。言っていいですね。あとは AWX がインフィニティエッジ完成タイミングで FPX としては一気に行きたいですね。あと1300ゴールドほどでインフィニティエッジが完成するでしょう LWX。 そしてワンダーとパークスをサイドレーンに出しています。実これでワンダーもロッドオブエイジスが完成しました。徹底してミッドのファーストは守ると、サイドに対しては体を出さずに相手がプッシュしてきたら下がって、そしてその間ミッドを塞ぎ込んでから相手が下がったのを見てからしっかり取り返していくというところを徹底して実はできてますね。ここまで固く守られると FPX としても仕掛けどころはないですね。一旦リコールしてコントロールワードを購入して針に行こうと。おっと、ただヤンコスがちょっと強気なプレーだ。1人でレッドバフをステルしようという動き、それをクリストが発見しました。このインファーナルドレイクはただ FPX がファイトしたら有利な時間帯ですから、それでも G2 は取りそうです。おお、触りますか。ええ、テレポートしました。アイスボンガンドレットがパークス完成しました。先にポジションが取れれば確かにベイガーのイベントライズの効果によって陣形の主導権は握れますね。なるほど。ただパークスのミスティックショットは当たりません。あ、それに対して FPX もテレポート、ティアンが入ってスピードを狙いに行く。リュウの怒りキックから、いや、それでもヤンコスが抑えてその後の集団戦、ヤンコスにフルフォーカスでまずは1キル獲得したのはこれは FPX。 そこからワーポータルで逃げようとするのはワンダー、しっかりと逃げました。1キル獲得は FPX、 そしてインファーナルドレイク獲得は G2 e スポーツ。 FPX はここで必ずミッドのファースターを取らなければなりませんね。オブジェクトを取らなくてはいけない。そうですね、オブジェクトを取らなければなりませんが、ただパークスがもうすでに蓋をしています。さらにキャプスブルバク取るのを諦めてミッドを守る優先、ミッドのファースターを守る選択を取りました。素晴らしい判断ですね。苦しい状況の中でスケールを強化できるインファーナルドレイクを取れた、しかもヤンコスのみで取れたというのは大きいですね。これよく歩いて近づいてますね。そうですね、キックで CC を受けている最中でもスマイトは打てるわけですけど、
今のところで近づかずにリーシーのアルティメットを受けていたらスマイトの距離を剥がされてましたね。おっとギム軍取りに行ってほしいよ。まだできていませんが、おっとそしてヤンコスが決戦場でクリスプを捕まえて消えたタイミングでの CC ロック完璧。キルはキャップスへ。そしてギム軍が仕掛けたがそこに対してのテレポートドゥインビー。ただこれ G2 スポーツもテレポートを使用しています。有効に 2V3 の状況。ティアンが寄ってきた。そしてタウントはワンダーフラッシュアウトで避けて解除しながらダメージ出していく。さらにはウェイズラッシュの効果によって距離を大きく取って1ストレートで持っていけるワンダー。そして1ストレート、パークスのキルとギム軍のキルになりました。いやしかもパークスゴールド入ったの大きいですね。サイドの主導権を FPX としては取り返すために、パークスに対して仕掛けていったわけですけど、ミッドレーンのところでクリスプが捕まったことによって仕掛けるタイミングを逸しましたかね。エズレールの E を使ったタイミングでギム軍仕掛けることができたはずなんですが、ちょっと待ってしまったことによって E が上がりましたからね。まあ、クリスプが捕まったのがちょっと想定外だったと。そのようですね。さあリプレイです。フラッシュを使ってそうですね、 E のスキルが上がるのを待ってたと。いやただワンダーやはりガンク回避のためのフェーズラッシュを選択したことがこういったところで効いてますね。おっと、バロン。そしてリプレイから帰ってきたらバロンラッシュ。ただトゥルーショットバラージで気づいたのは G2 スポーツ。そしてクリスプがおっとフックはヤンコスを狙ったんですが当たらず。そして GLP800 からイベントホライズン。ここはうまくストップウォッチを使ってクリスプもさばきましたがバロンラッシュ成功ならずです。 FPX ザヤが育っているというところをファイトではなくてバロンに生かしていくという判断は素晴らしかったですけど実も警戒しましたね。ヤンコスにフックが当たっていたらって思うとよく避けましたね。よく避けましたね。見えないところからのフックだったと思うんですが、さあ一旦リコール。20分でのどうやらラッシュバロンだったようです。ただここまで有利を握っているのは FPX。 G2 スポーツはなんとタワー0本です。グローバルゴールドでも2000ゴールドの有利はただ変わらず。ただ G2 の強い時間帯が徐々にやってきてますね。なんといってもゴールドをスノーボールできていない、ミッドのアウターが取れていないというのが FPX からすると、まあ、焦りの要因ですよね。そうなりますね。さらにはこれでキャップスが怖いとも立ってきましたかね。ツインシャドウまで完成。 FPX が自由に動くというのはちょっと難しくなりますね。そしてどうやら会場も気づいたようですか。ここからは G2 スポーツの時間だということを。これがツインシャドウからGLP800 イベントホライズンからすごいダメージ。アルティメットを使わないでこのダメージで、そして寄ってきてドゥインビーに対して決戦場よ。英雄降臨は EQ でしっかりとヤンコスドラゴンストライクで止めていますがランタン間に合った。さらにはナイスフック、クリスプミキ X を捉えてティアンのキルになります。ただ体力のアドバンテージ握っていますが、そのままミッドのアウタータワーの CG。 ただ横からティアン、横からティアンキック狙った。ただそれでも反応していましたが1ストレート、パークスと LWX の、お互いのキルになっています。またしても GLP800 からイベントホライズンを狙っていくのはキャップス、倒したなんですが関係ありません。そして横から仕掛けたがっているのはギム軍ですがヤンコスのカバーです。これでミッドのアウトアタワー獲得は G2 スポーツ。 FPX もタワー CG の際のリスクというところを考えて仕掛けていく、そのリスクを犯した実を咎めに行くというところができているんですけど、やはりベイガーが刺さってますね。ちょっとコントローラーの位置がずれましたか。クリックできましたね。できましたね。ただキャリーライン2人の体力削れているというところを生かしていましたが、ここのヤハンコスのノックアップ良かったですね。パークスに着々とゴールが止まってますからね。おっとまたバロンに触った。ただ視界はありますがそれでもラッシュする。残り7000、満点ブレイク獲得 G2 スポーツ。そこでテレポート、さらには一斉砲撃で時間を稼ぐ。バロンを取り切る判断、イベントホライズンから、ここでバロン獲得は FPX。 そこからの集団戦、ストップウォッチが切れたタイミングのドラゴンストライクはデュインビーしっかりとフラッシュアウト。まだチェイスをするのか。英雄降臨で時間を作ってからのランタン回収、ノーデッドでバロン獲得です。ファンプラスフェニックス
カウンタープレイができるでしょうか。これはさすがにできないですね。徹底して先にバランスあるというところができているというところは大きいですね。狭い状況だったのでベイガーのスキルショットが刺さるかなと思いましたけど、ドゥインビーがバロンが取り切る前に体を出して、ベイガーのエンゲージポイントを下げることによって被害がバロンを勝っているメンバー、特にエルダベックスに刺さらないようにというところはしっかりと徹底できてましたね。まあ、完全にマウンテンドレイクをおとりにして、バロンに触った動きでした。さあこのバロンを FPX からすると、まあ、使っていきたいですよね。ただどこか一つに集まって取りに行くというのは相手にベイガーいる以上できませんから、マップ全体のウェブのコントロールを取って実を分散させて、そしてベイガーのいないところに対して倒し位置を狙っていくというところをしなければなりません。ティアンとドゥインビー2人でトップレーンの有利を握ってはいますが、 G2 スポーツとしてはもう集団戦を考えています。ツインシャドウで捕まえてやろうという動き、ただここ大きく距離を取っていました。そしてティアンが降りてくる。これをワンダーとヤンコスが対応します。おっとキャップスまで寄ってる。ティアンの位置が分かっていない G2、 ここら辺にいるというのは分かっているんでしょうが見つけることができません。まだリコールしませんね。なんでしょう、ティアンは忍者ですかね。これちょっとでも動いたら映りますから。映りますね。どうするんでしょうティアンのポジション。ラフター前にワードを置いてますからね実は。ああ、これを待ってたんでしょうか。歩くワードになってデュインビーをサポートしていたようです。トップのインナーターは再生後、そしてキャップスに行った。竜の怒り、そこにドゥインビー合わせてキャップス倒すことに成功。これがティアンずっと待ち望んでいたこと。そしてテレポートを使っての集団戦になりますが、 G2 スポーツの方がテレポートのよりが早いか、ミキ X のバックライン端からティアンはただそれでも避けている。そしてパークスがなんと1人で孤立している。3人に囲まれています。 FPX 強い。そしてティアンはなんと生存しています。また復活だ。フラッシュインからのフック、ワンダーも逃げることはできません。キャリー3人を倒すことに成功したのはなんとファンプラスフェニックスです。ゲームエンドはまだいきませんけど、インヒビタ確実に取れますね。トップインヒビタ破壊成功。いやはや、あそこからあんなプレー狙えるんですね。あのよく忍がジャングラーの天才なんて言われますけど、ちょっとここはこれはキャプターむしろ安全なルート取りましたからね。はい、Q を外したので生き残るかなと思いましたけど、インビーの方向に対して蹴っているというところは素晴らしいですね。これで足りるかなと思ったんですが、ちょっとノーチャスの Q が遅れましたね。そして生存すると、しかも1キル取ってますからね、はい、0キル取ったのティアンですからね。さあスノーボールしきったと言っていいでしょう。5000ゴールドのよりキャップスがまあダメージを出せずにデッドしたというのが大きかった点でしょう。パークそれでもダメージは出していましたね。ドゥインビーの決戦場イベントホライズン、ただここはゾニャ、それに対してパークスを狙いに行ったティアンですが、パークスしっかりとアーケンシフトでタワー下へ逃げ込んでいました。1キル獲得は G2 スポーツ、ただ一斉攻撃によって大きく体力を削っています。ミッドとボットに分かれたところを逃さず仕掛けましたね。やはりキャップス上があまり AP が高くないビルドですけど、パッシブで AP が高まっている状況ですから、十分なバースダメージ出るような状況になってますから、こういったところを生かして、こういったピックオフ少数戦先手を取って仕掛けていくというところをプレッシャーかけ続けたいですね。まだまだ、まあ、ゲームは FX に、まあ、傾いてはいますけど、このまま FX をスノボーして勝つとは言えない状況ですからね。マウンテンドレイク2つ目です。ネクストはオーシャンドレイク。ただ FPX もこれ攻めるにあたって、そのちょっとストップウォッチが壊れていると
いうのは気にかかるポイントではあります。ティアンのストップウォッチ、そしてクリスプのストップウォッチが壊れています。一方の G2 スポーツはストップウォッチなんと3名持っています。アクション起こす気満々ですからね、ヤンコス、キャップス、ミキ X、 AD キャリー、お互いの AD キャリーは殺傷すでに完成している。これバロンホワイトですか。この状況の中でやはり これだけゴルド差がある中でもキャップスのイベントホライゾン次第では、はい、実は集団戦勝つチャンスというのは十分ありますね。なのでオブジェクト前に実にポジションを取らせないように FX としてはトップのスーパーミニオンを生かしながらミニオンウェーブのプッシュで G2 の面々を剥がして先にマスキンパルを触っていくと、こういった動きが重要ですね。すでに触っています。気づいているでしょうか。トゥルショットバラージ、気づいた。ランタンで視界は確保。ヤンコスを妨害していくのはクリスプ。それに対してヤンコス前に出ていって一旦アウトですが、ティアンがそれを逃さないか。ヤンコスギリギリ体力が残ったものの、それでもバロン獲得したのは FX 英雄降臨で2番ノックアップ。さらには逃げ先には一斉砲撃、さらにはこれティアンがキャップスに張り付いていることによってキャップスフリーでダメージ出すことはできません。なんとかフラッシュアウトですが、もちろん追撃。FPX バーロン獲得、それです。そして3キル獲得。ワンダーとパークスが残ってはいますけど、ゲームエンドが見据えられそうな状況にもなっています。 2v4 です。パークスこれはかなり無理をしてポジションを取っていますが、ドゥインビーゲームエンドを狙っています。ワンダーがウェーブクリアを一生懸命行っていますが、後ろからも義務軍がやってくる。さらにドゥインビーフラッシュインノックアップ、それに対してワンダーフラッシュアウト間に合ったが、ネクサスタワー2本を破壊したのは FPX。 パークス VS 義務軍はパークスなんとかった。ただLWX はネクサスを狙っている。ワールズ優勝が欲しい欲しい欲しい。 LPL2 連覇、そしてストレート勝ちで決めました。ワールズ優勝はワンプラスフェニックスとなりました。いやー強い。最後のバロンの判断もファイトの判断もFPX が上回ってましたね、なんとか崩そう荒らそうと G2 は試行錯誤したんですけど、やはりドゥインビーティアンのラインが立ち塞がってましたね。決勝はいろんな方々がどうなるかわからないというコメントが多かったんですが、終わってみればストレート勝ち、なんと 3-0 で優勝はファンプラスフェニックスです。いや、この試合に限って言うと FPX の G2 対策が見事でした。ドラフトのところで言うとヤンコスに自由にさせないピックを強要すると、序盤からゲームメイクができないピック、ティアンがカウンターでは絶対に勝てるピックを抑えて、インゲームではそこの序中盤15分までのところのアドバンテージを作ってもなお実はマクロで逆転する能力がある中で、その特徴をつかんでしっかりと誘い込んでファイトに持ち込むというのをFPXが常にできていました。この二重の対策がこの 3-0 ストレートを生み出しましたね。これはそして言っていいでしょう、新たな最強リージョンの誕生になるでしょう。間違いないですね、パークスはそうですね、ヨーロッパ LEC のリージョンは2連続ここまで上ったんですが、優勝が遠いですね。 LEC は遠いですね。またしても 3-0 で、そうですね、去年と同じですか。ただやはりそのゲーム1が大きかったかなとはやはり思いますよね。逆もありえたかなとは思うわけですが、ただちょっと今日の各プレイヤーのパフォーマンスを考えると全てにおいて FPX が上回っていたなという感じがしますね。まあ、G2 としても3試合とも違う戦術というのを組み込んできたんですが、その3試合とも上回りましたファンプラスフェニックス。
そしてワールド初出場でそのまま初トロフィーと、まあ、コーチは、フラッシュルースの、経験をコーチを経験していたんですが、一度もグループステージに突破することが、まあ、できなかったと。その中でファンプラスフェニックスに移籍して結果を残しました。いやただまあ2年連続、まあ、LPL のチーム、さらにはアグレッシブなチームが勝つとなると、まあ来季はプレシーズンのところで大きくサムナーという人が変わりますから分かりませんが、それともやはりアグレッシブなチームがゲームを制するんだなというところが一つ特徴的な流れになっているかなという感じしますよね。守りに入っては勝てないと、自分たちの良さを押し付けていく、積極的にマッププレッシャーをかけていく、まあ、ドゥインビーのスタイルというのは独特なものはありますけど、ミッドレーンのスキルマッチアップを避けて必ず先にプッシュできるチャンピオンを抑えて、そしてロームでサイドに対して圧力をかけて、見事ハマってますよね。LPL コールが会場から流れています。まあ、G2 スポーツのファンが多くて見えていなかっただけですけれども、ファンプラスフェニックスのファンもきっちり会場にいますからね。ゲーム3の最中にもジャイユーと、FX 頑張れというようなコールも聞こえてましたからね。さあそしてここからは、メダルの授与、MVP インタビューがございます。その模様を見ていきたいと思います。会場のまあ準備ができ次第行われると思いますので、お待ちいただければなとは思います。そしてメダル授与といえば毎年やはりあの人が行うんでしょうか。ただ今年はもう開発の方に変わりました。そうですね、でもそれでもコミュニティの中ではっていうのはありますよ。しかもやっぱライズ使いなわけですから、ドインビーは、はい、ライズから、はい、あまずはインタビューのようです。それでは聞いていきましょう。 Thank you very much. I'm here with the 2019 World Champions FPX. And first up, I have to go to doing me, a man who's been through so much and has fought so hard to get to this point. What does it mean to you to be able to lift the Summoner's Cup? Doinbi, 你目前已经征战了非常多年，终于可以举起ここまで長いことかかったけど、Summoner's Cup を掲げる優勝するということは、あなたにとってどういう意味があるか。自己吧，我这种中单都拿冠军，因为之前很多人说我这种長かったですからね、6年不配拿冠军。但今年终于拿了冠军，我就证明了自己，我这种打法也可以拿冠军。谢谢，感谢我的队友。I think that I've finally proven myself. Even a mid laner like me could take the championship. Before this, a lot of people said that a mid laner that played my style didn't deserve to win the championship. But I think I finally proved it. I am deserving, and I want to thank all of my teammates and everyone that supported me.自分のようなスタイル、ミッドレーンのスタイル、得意なスタイルでワールド勝つ、もしくはミッドで勝つというのは、まあ、ワールドの前は評価されていなかったけど、まあ、これ優勝したことによって、自分自身を証明することができたし、チームメイトも良かったしというところで、まあ、感謝も示しましたね。You played absolutely out of your mind, not just in this game, but the entire tournament. Same question for you. What does it mean to you to be able to become a world champion?LWX に対しても、非常非常まあ、今大会を通して素晴らしいパフォーマンスを続けていた中で、まあ、この優勝ということが君にとって、LWX にとってどういう意味を持つのか、同じような質問をしてますね。I think I have also proven myself in this finals. このファイナルで自分自身の強さを証明することができたというふうに考えます、ね。Could you also tell me why you think you are so much better than your opponent's G2 today as a team?LWX に今天为什么に対して、まあ、今日戦った G2 に対して自分たちが上回ったと思えるようなシーンが多かったと思うけど、それはなぜか。我觉得今天不是我们打得太好，是对手打得不行。Today I don't think it's because we performed especially well. It's because our opponents didn't really perform.
今日は自分たちが良かったというよりも相手の G2 のパフォーマンスが良くなかったというふうに考えていると。Avec du jeu parfait, mais simplement parce que G2 n'a pas joué très bien aujourd'hui. I do have to also ask about all the support you receive from the fans. And DoNB, you and FBX have gained so many fans in Europe and all around the world for your play this World Championship. What would you like to say to all of them and all of them at home?今大会を通して FPX のファンが増えた、しかも世界中で増えたというところで、その新たなファンに対して伝えたいことはあるかどうか。我们等了四十天，终于这句话可以终于喊出来了。我们是冠军。We've been waiting for 40 days to say this, and finally we can say it on stage. We are the champions.この言葉を言うのを40日ずっと待っていたと。この決勝の舞台で勝つことによって俺たちはチャンピオンだと。ドゥミらしいですね。らしいですね。ウミ who has been there throughout your entire career and has cheered for you at every single stage this world. What would you like to say to her?最後一個問題想要問妻であるそして FPX の応援のリーダーである海が全てのステージ全ての試合で応援してきていると、彼女に対して何か言うことはあるかと。这次打世界赛之前我跟老婆说过我会带你去巴黎，但我没有说我们会拿冠军，然后这次拿了冠军啊，真的感谢你的陪伴。然后就因为之前我本来想就退役嘛，然后但是他说再打一年相信自己，然后后来拿了冠军，我觉得都是没有他的话，我觉得我走不到这舞台上，感谢他，谢谢。Before we came to Worlds, I said that I would take you to Paris, but I didn't say I would win the World Championship.And looking back at it right now, I really want to thank you for all your company. Before this, I was contemplating retirement, and it was you who told me to believe in myself and give it one more year. So this championship, I couldn't have done it without you. Thank you so much. このワールドに来る前にパリのチケットを取ったよと、パリ行きのチケットを取ってやると海は言ったけど、まあ、優勝できるとは思ってなかった。さらには、まあ、昨年引退も考えた中でもう1年やろうと、彼女が声をかけてくれなかったらこのステージには立ててなかったので、本当にありがとうと言いたい。You can now join your team.Et maintenant pour la présentation des médailles à nos champions du monde, je vous prie d'accueillir nos dignitaires to present the medals to our 2019 League of Legends World Champions. I'd like to invite Nicolo Laurent, Riot Games CEO, Mark Merrill and Brandon Beck, founders of Riot Games, John Needham, Global Head of League of Legends Esports, and Monsieur Jean-François Martin, Deputy Mayor of Paris. さあ、というわけで、まあ、インタビューの通訳レゴルさん、ありがとうございました。そしてここからメダル授与となります。ニコロ CEO ですね。まあ我々には馴染み深いですか、マーク、まあトリンダメアね、そしてライズです。ドゥインビーとどんな表情で握手したんでしょうね。見たかったですね。見たかったですね、ジョンですか。今年からそうです、ね、グローバルの e スポーツ担当になったわけですね、はい。まあ、LGL のニュースでも出てましたね。とカメラがまだ映ってないですけど、はい、スタジオ、やはりドゥインビーのファンになった方は多いみたいですね。彼にメダルが授与されるタイミング時だけこうファンからの熱い声援がありましたからね。
ちょっとだからフェイカーとは違った意味方ですよね。フェイカーはデビューしてそのまま優勝を飾って伝説になったプレイヤーでありますけど、ドゥインビーはあのデビューしてずっと苦しんで苦しんで今年ようやく花が咲いたというプレイヤーで、さらにはスタイルも、まあ、フェイカーの場合だとデビューシーズンから自分のキャリー能力でゲーム全体も、キャリーしていくというスタイルが、ドゥインビーの場合だと味方のジャングルの力を借りながらマッププレッシャーを使ってアドバンテージを細かく重ねていく、さらには LPL のスタイルのファイトを作り出していくというところも取り入れながら独自のミッドレーンのスタイルを彼は築きましたよね。そして評価されていないということをやっぱり本人も気にしてたんですね、インタビューで分かりましたけど、まあ、そのレディットの方だとミッドレーンで全くレーニングダメージの取り方を行わないので今大会のワーストミッドレーナーだというふうに、まあ、冗談ですけどミームでね、はい、言われたりもする中で、Well, I hope they don't run too far because we still have to crown an Oppo MVP. And now it is indeed time to name that 2019 Finals MVP presented by Oppo. Maintenant, il est temps d'annoncer le MVP de la finale présenté par Oppo. And this year's winner was voted on by a committee of shoutcasters, experts, and journalists from around the world, representing every competitive region that took part in Worlds 2019. Le gagnant a été choisi par un comité de journalistes, experts et commentateurs à travers le monde, représentant toutes les régions qui ont fait partie des Worlds 2019. Paris, un tonnerre d'applaudissements pour le MVP Oppo du Mondial 2019, Paris. Please join me in congratulating your 2019 World Championship Finals Oppo MVP, Tien! MVP はティアンになったようです。いやー、まあ今日の彼のパフォーマンスを考えたら当然ですよね。ドゥインビーも名前上がってましたけどね。はい、まあ、上がってましたけど、ただ決勝戦のパフォーマンスを考えるとまあ、ティアン、そうですね。そして昨年も LPL が優勝した時はジャングラーが MVP を持っていきましたけれどもプレゼントバイオッポ、スマートフォンのメーカーの MVP ですからね。 その写真ちゃんとね、はい、スマートフォンでカメラを自社のカメラで、はい、すごいところでただ撮りますねワールズのステージなんですけれども一番こう贅沢な、カメラのポジションですよね。Tien, congratulations on a phenomenal world championship. Can you tell me about the honor of winning the Oppo MVP here in the final? You can hold it if you like. 恭喜你获得这一次世界总冠军的就决赛的 MVP. 你可以跟我们讲一下获得这个殊荣对你是什么感觉、什么意义吗？哦，我觉得我这三盘就是做到了自己该做的，然后。MVP FMVP 这个是我没有想到的，我觉得我现在很惊讶吧。I felt in these three games I did everything that I was required to do, but to take the FMVP, I'm actually very surprised. 今日の3試合だとチームに求められたことを、まあ、することはできたけど、まあ、MVP に選ばれたのはかなり驚きであると。So what would you say put you above the other junglers in this tournament and also the one in this final? 你表现得非常的出色，那你觉得是什么样子的表现让你可以区别从就你自己跟区别其他的打野，然后也让你表现得比今天对面的打野好一点？就是我之前在国内看评论的时候经常会看到就是很多人会说我的打法像谁谁谁像谁谁谁，其实我一直觉得我是就是我的风格是怎么说，就是跟别人完全不一样的，所以但我之前一直没有机会就是说证明自己现在我想说就是我就是我自己，我就是天。Back in China, I used to read a lot of comment sections that said Tien played like XXX player, played like who who who, but this time I just wanted to prove that I am myself, I am Tien.
まあ、LPL でプレイしていた時も、まあ、ティアンって誰なの？そんなコメントばかりだったけど、まあ、今日、まあ、さらには WCS を通して自らティアンであるということを前作に証明できたのかなというふうにコメントしましたね。19歳ですけど気も座ってますね。いやただ本当強かったですね。まあ、ただそんなこと言ってますけど、あの任の代わりにジャングラーとして採用されて結果残したプレイヤーでもありますからね。別のチームの時ですけど。そうですね。MVP のトロフィーを持ち帰り忘れてましたねティアン。ちょっと重くてあのインタビューの最中に置いたら、まあでも優勝してそのアドレナリン出て体の力が抜けてって手の力が入れないっていうことありますからね。いやただすごいチームでした。改めて優勝はファンプラスフェニックスです。会場も素晴らしいですね。実のホームのような感染はありましたけど勝者に対してしっかりと叩いてますからね。そして来年こそはと思っていることでしょう。 3-0 で勝ったものの G2 のパフォーマンスが今日 SKT 戦のようなパフォーマンスであれば分からなかったと思いますし、そもそも SKT がここに上がってきてもおかしくなかったです。 IG でもダウン1でもそうですね、フナティックでもグリフィンでも可能性はありましたからね。ただ FPX の方が一貫性がありましたね。迷いがなかったですよね。早い段階でそのグループステージ1日目で不調になった中で立て直してからの調子の上げ方といったところは素晴らしかったですね。あのすごい気になってるんですけどルイ・ヴィトンの箱でトロフィー持って帰らないんですね。そうですね。いやそこにせっかくケースあるんですから。ただすごいカメラさんがずっとレイターなこう抜いてるんですけどね入れないんですね。ずっと応援してくれた、まあ、ファンの方に挨拶をして改めて優勝したんだという実感が今、湧いていることでしょうね。そして拍手をしながらステージを、あ、まだ挨拶しますか。本当にケースに入れて持って帰ってない。そうなんですよ。気になりますよね。気になりますね。あ、ステージ降りてどうやら、あ、一周しますか。そのようですね。挨拶をしていくようです。これには会場からも大きな拍手とそして歓声が湧きます。試合を3試合やってかなりの集中力とそして体力を使ったはずなんですが、まあ、ただ少なからず多くの中国のファンが詰めかけているようですからね。いやただこれですごい時代の到来です。 LPL が最強リージョンとしての到来。インビクタスゲーミングが初めてワールドで優勝した時はもう LPL のリージョンは、まあ、活気があふれ返ったというような状況だったんですけど、今度からこれが王者としてのプレッシャーに変わりますからね。 IG はそれに潰されてしまったようにも見えましたからね。まあ、来年のファンプラスフェニックスそして LPL というリージョンが非常に楽しみになってきます。あとは、まあ、LEC も楽しみですね。そうですね。 G2 がこれだけのパフォーマンスを見せて彼らに対して勝てると優勝とは言わないまでも SKT であったりダマンであったりそういった韓国の強豪チームに対してはもう勝てると。しかもアグレッシブに戦えれば戦えるほどやはり勝ち目が出てくるというのが証明されているわけですから、まあ、今シーズンだとフナティックが肉薄はしていましたけど他にやはりもう1チーム出てくると変わってきますからね。そうですね。3チームあるとってことですよね。何にせよ来年のあの各国のリージョンアグレッシブというのが一つキーワードになりそうですよね。去年から言われてましたけどより一層なると思いますね。結局 LCK のチームは変われなかったですからね。そうですね。
グリフィンもグループステージの時に変わったかなとちょっと思ったんですが、 またその違うんですよね、 BO5 とグループステージの BO1 というのは大きく違うようですね。さあそして G2 e スポーツ、まあ、負けてはしまいましたが準優勝、 G2 e スポーツのインタビューもあると現地から情報が入っております。この後どうやら G2 e スポーツのインタビューが行われるようです。レボロさんちょっと忙しくなるかもしれませんけれども引き続きよろしくお願いいたします。今回中国語のクッションがないのでもしかしたら、まあ、先ほども多分役の漏れがあったと思いますけど、今回ちょっと多いかもな。ありがとうございます。先に申し上げておきますありがとうございます。彼らもプレッシャーにやられてしまいましたかね。いやでも相当なプレッシャーだったと思いますよ。開催いい国ですからね、なんといっても。In this moment, but I would like you to speak to today and how things in the end have gone and what you can, despite everything, say about your wonderful players. It's complicated because I'm really sad. I'm really fuck. 言っちゃいけないことも言っちゃった。I'm very proud of all the fans that came here, all the fans that supported online, the players, the support staff, management, everybody worked so hard to get here. It was an unbelievable year. Fuck. And today, FunPlus Phoenix played better, they deserved it. The winner has to be the better team, and they were the better team, and I'm very proud of everything we've done this year. We just got started, and it's hard to see it right now because we just lost, but a lot of, we should be proud. You guys should be proud of all the players. Fuck! この会場に来たファンであったり選手に対してかける言葉はというところで複雑な気持ちでとても悲しいけど、実応援してくれたファンであったりオンライン上で応援してくれたファンであったり来てくれたファンであったり選手であったりサポートスタッフであったりというところをまあ誇りに思うし、来年のことはまだ考えられないけどやはり勝ったチームの方がいいチームであると、なので FPX が素晴らしいチームだったと。ただまあかなり負けたというところで感情のコントロールが抑えられない中でのインタビューでしたね。うまく言いましたね。やはりこう負けた側のインタビューというのはどうしても、そうですね、まあでもオセロとよく受けましたね。いろいろ裏でね、まあでもこれ選手もすごいですよ、手を振りながらっていうのは。この後、各個人の、ね、インタビューなんかでいろいろ話はあるとは思いますけど、この会場で何かを言うというのは本当に難しいことですから。 G2 eSports is saying hello to their fans who have supported them. Once again, a big thank you for Ocelot for speaking to us, and we will look forward to the future for G2 as well. But now moving on and looking ahead, l'année dernière, Riot Games a annoncé que la Chine sera...l'hôte du Mondial 2020 et aujourd'hui nous avons un peu plus à partager au sujet du 10e championnat du monde. Last year, Riot Games announced that China would be the host of the World Championship in 2020. And today, we have a little more to share as we look towards the 10th League of Legends World Championship.
fantastique et pour tourner la page sur le championnat du monde 2019 et entamer le nouveau chapitre de League of Legends compétitive, je vous prie de faire bienvenue de nouveau de le député maire de Paris, Monsieur Jean-François Martins. To close the book on World 2019 and start the next chapter in competitive League of Legends, I would like to once again welcome Monsieur Jean-François Martins, the deputy mayor of Paris, as well as Madame Shaofen Yu, Directeur Général d'Administration Municipale de la Culture et du Tourisme du Shanghai, and Ms. Shaofen Yu, Director General of the Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism. パリの市長から上海の文化と観光に関する担当省庁の方に渡すと。Et avec ce totem, il est temps de clore cette saison compétitive 2019 et de passer le relais aux organisateurs de la finale du championnat du monde en 2020. With this totem passing from city to city, it is time to end the 2019 competitive season and hand things over to the host for the 2020 World Championship Finals.全球英雄联盟的选手和召唤师们，我代表上海市政府热烈欢迎第十届英雄联盟全球总决赛正式落户上海，让我们2020相约上海，共同感受电竞的激情，一起为电竞加油。 See you in Shanghai。See you in Shanghai. Indeed, that was the vice mayor of Shanghai. We are looking towards the next year, but with that, I want to send a great thank you to everyone here in the arena and a grand merci à la ville de Paris pour votre incroyable accueil. Merci à tous d'avoir été avec nous et on se voit l'année prochaine. Merci beaucoup. Thank you so much to everyone here in the arena, the city of Paris, and everyone supporting us during the 2019 World Championship. And we'll see you next year. さあ、というわけで、まあ、あの最後全く分からなかったんですけれども最後上海多分来年の、はい、来年のワールズですよね、はい、ワールズの開催国、ね、そうです2020年上海多分決勝戦があの小さなところで映った大きな運動競技場で行うというところだと思います。そして多分じゃあ市長か何かのまあ協力を仰いだよっていうのを多分そうですね、あの、いや中国の役所の力を借りて開催するというところをちょっと印象付けたかったようなティザーにも見えましたね、うん。まあでも何にせよ来年も楽しみになりましたしっていうところはありますが、まあこれにてただですね、本日のすべての内容が終わったということになりますので、改めて本日の試合結果っていうのはねもういいと思いますから、あ出るんですねそれでもね、あファンプラスフェニックスストレート勝ち、まずは本日レポルさん振り返ってみていかがでしたか。そうですね、1戦目のところのカオスの展開の中で G2 のマクロの動きに対して FX がしっかりと準備できていた、さらにはもうティアンで勝つんだというところでドラフト準備していたというところが大きかったと思います。それに対して実は答えが出しきれなかったのかなという感じがしますね。ゲーム3はアーリーゲームで勝負せずにレートゲームで勝ちに行くというところを選択しましたけど、バロンをすぐさま触って FX の方が有利な時間帯のタイミングで強引にファイトを起こすというところで出て来てましたから、 FPX がそういう意味で全ての面で FPX が上回った決勝戦だったのかなという感じしますね。さあそしてまあ長いようで短かった、2019ワールズもこれにて終了となります。ワールズ全体のまあ感想もしあればレボルさん、まあもう1ヶ月半近く、そうですね、まあ、決勝戦もそうだったんですけど、メンタル的に少しでも相手に負けてしまうと、おそらくそのまま直接に結果に つながってしまうというところで、あの G2 ですら、はい、というところがあるので、まあ、今後なんかこうメンタルトレーニング等も含めながらのシーズン2020を戦っていくというところで、まあ、
個人技、アグレッシブさだけではないチームとしての雰囲気の持っていき方というところが、まあ、プレインの点もそうでしたし、SKT であったりグリフィンであったりといったところもそうでしたし、まあ、特にフナティックもそうでした、ね、そうですね。個人技、チーム力だけではないもう一つのポイントというのが見えた大会でもあったのかなという感じがしましたね。デトネーションフォーカスミーもそうですね。はい、という意味では UL は心が強かったですね。確かにエスプレスに最後負けてしまったものの、そういったところでマイナーリージョンとはいえそういった心の強さが必要になってくるのかなという感じしましたね。さあ、まあそうですね、LPL が最強リージョンだということになるんでしょう。あとは来シーズンこそですね、日本の、まああとこれで終わりというわけではありませんからね。もうすでに2020年のティザーが出ました。来年もまたこのリーグオブレジェンド、そして LGL、まあ、ワールズ、MSI を楽しみに、できるというのがもうすでに期待が、映像としては出てましたので、来年も非常に楽しんでいけたらなと僕は思います。そして今年これで、終わりではございません。毎年恒例オールスター、2019が残っております。こちらがですね、日本時間の12月の6日から8日に、開設されております、開設されます。そして放送時間は、まあ、後日発表となりますけれども、改めて12月の6日から8日がオールスター2019、放送時間は後日発表となりますので、皆様オールスターでお会いいたしましょう。それではこのワールズ、実況はイエガ、そしてカツディオン、そしてアイズがお送りいたしました。解説にはレボルト、そして、リクルートがお送りしました。大丈夫ですか？はい、はい、それでは皆様オールスターでまたお会いいたしましょう。さよなら、さよなら。